的に咲かせる悪の花、このアザゼルが全てを許す。捕らえられるか。的に咲かせる悪の花、このアザゼルが全てを許す。見事なり。的に咲かせる悪の花、このアザゼルが全てを許す。アザゼルのステータスこちらとなっております。貫通&ゲージのスピード型アビリティが超アンチダメージウォール、アンチ魔法陣、ゲージ倍率保持、そしてゲージでアンチブロック、友情コンボがメインで超強貫通ホーミング18、そしてサブで防スピアップ、ストライクショットが仲間たちを率いて敵へ打ち込む、1段階目が12ターン、2段階目が20ターンとなっております。はい、ということでまずは、こちらの超アンチダメージウォール、こちらね、覇者の塔33回で見せていったんですけれども、まあね、ダメージウォール当たってから の、 殴りも強かったですし、あとはね、まあ、2体連れて行ったりとか、爆発キャラと組み合わせると自身の友情コンボ誘発しつつ、この超アンチダメージウォールに、まあ、触っていけたりとか、はい、利用もできるのですごい使い勝手がいい組み合わせとなっております、はい。そして最近ね、結構持ってるキャラも増えてきたんですけど、ゲージ倍率保持が近畿の極、13の極だとブロックがねあったりするんですけど、場所がね良かったりするとその場所にね応じて対応、そのブロックを使う、はめるはめないができるので、で攻撃力も変わらないのでね、やっぱこれ持ってると結構ありがたいですよね。はいはい、そうですね。でメインでね、アンチ魔法陣持ってるのもすごい助かりますし、はいはい、ね、ゲージ外してもそこの安心感があったりしますよね。そうですね、はい。友情コンボ、新友情ですね、はいはい、防スピアップ、防御力アップとスピードアップがくっついてるやつですね。くっついちゃったんですね。はい、なので、まあ当たりに行ってスピードでね、こうザクザクと動き回ったりとかのサポートにもなりますし、その後ね、防御してくれるので次のね攻撃をこう回避できたりとかもするので、まあどちらにもかなりね、攻守ともに一個に重なってるのすごいですよね。はい、そしてメインで超強貫通ホーミング18、これがね、近畿の極、13の極の玉ねぎヘッドが同時処理とかしなきゃいけないときに、はい、もう1体に当たってれば結構もう全部一掃してくれるぐらい本当にちょっと強かったし、シャンバラも超強貫通ホーミング18で結構削れたので、いいなって思いました。本当はい、まあ、友情でね、雑魚を散らしつつ自身 の、 スピードも速いの で、 で、ね、殴りにもねいけるというところで、いいこうステータスセットとなっております、いや、いいですね。はい、はい、そしてストライクショット、こちらがね、覇者の33で見ていただいたら分かるんですけれども、もう一体当たっていくだけでもかなりのスピードで全部を倒していっていたので、もうそのシーン見ていただければそんな悩んでるんですね、使いやすいのが分かるかと思います。はい、でもね、それこそね、その近畿の6みたいに一層全部を同時処理しなきゃいけないっていう時とかにも使えますし、ユニターでね、意外と早めに打てるので、もうやばいってなったらすぐ使うのもね、ありかなと思いますね。はい、他にもおすすめステージがこちらでございます。以上、獣神化アザゼル使っていきました。お楽しみに。バイバーイ。